どうも、お酒は立ちなってがまさやんです。こんばんは。はい、今日はサントリーさんから出てるですね、オールフリーノンアルコールを飲んでおります。はい、まあ別段ですね、お酒を飲んでも悪いことではないというか、今は別に飲んでもいいという状況にあるんですけども、まあ、反省の意を込めましてですね、もうしばらく禁酒、生活を続けていきたいと思っております。はい、でなんかその禁断症状ですか、飲みたくてしょうがない、イライラするみたいなことがね全くないので、これは自分はアルコール性のですね、まあ、中毒ですか、そういうものではないということもね確認できただけでも、まあ、非常に良かったかなと思っております。このまま別に飲まなくてもいいのかなとまで思いますけれども、まあこれからね、カープ日本シリーズなどもですね待ち構えておりますので、少しは、気を見ていただこうかとは思っておりますけれども。はい、で、動画ですね、まあ、前回の動画からね、コメントをいただいておりますので、それだけちょっとお返ししたいと思います。中村さんでございますかね、静岡県内の高校にいらっしゃるということ、アルバイトと両立しているということで素晴らしいことですね。僕らの大学の時代はですね、アルバイトなんかなかなかできなかったりし、僕は寮生活だったので、親のねお金を使いまくっていたわけですけれども、なかなか高校でねアルバイトをできるということは社会勉強になりますので、ぜひぜひ頑張っていただきたいと思います。まあアルバイトをね稼いだお金を、まあ家のために入れるのか、それとも自分のねお小遣いするのかちょっと分かりませんけれども、まあね、第三国志のガチャに全て使ってしまったということがないようにね、ちょっと気をつけていただければと思っております。はい、春さんはいつもありがとうございますね。毎度毎度皆勤賞でございますね。はい、49いつ飲めるか分かりませんけど、まあ、奥様に第三国志を持ってて喧嘩になってしまうということで、まあ、リアルとのね、今日もちょっと話すんですけども、まあ、奥さんとかね恋人と、まあ、よく喧嘩をしているということで、チャット何度でもですねよく見ますから、皆さんお気をつけくださいませ。はい、レイブンさんから参考にさせてもらってますということで、20サーバーですね。はい、まあいつ僕22サーバーいるんですけれどもね、今回は一緒でしたっけ、一緒じゃないですよね、かぶっておりませんので、ちょっと残念ながら、かぶってるの18192024でかぶってないですよね。はい、ちょっとかぶってはないんですけど、まあ今後ね、一緒にやることもあるでしょうけど、まあ、参考にしていただいてるということはありがたい話なんですけども、まあね、僕が言ってるのは、まあ人並み程度のことでね、第三国志はこういうものだ、面白いんだよと、ちょっとアホなことをしながら興味をね、引けるような動画を出しておりますので、本当にね、なんかためになるようなところをね、探しなら、有名なブログとかね、たくさんありますので、そこでね、いろいろ調べていただけたら、さらに強くなると思っております。ということでね、今日は本題なんですけども、今日は動画内のことじゃなくて、第三国志ライフについて、まあ、過去いろいろ喋ってきたんですけども、自分がですね、第三国志に、1日にどれくらいやってるんだということで調べておりました。調べてみたというか、勝手にですね、iPhone の方から通知が来まして、スクリーンタイムというすごい、便利な記号がついております。で、あなたが1日ですね、どれくらいその iPhone、を見てるかと、その中でアプリね、それぞれのアプリがどれくらいの時間を見てやってるのかということでね、ちゃんとデータが出てくるんですね。まあこういう社会ですからね、スマホ社会、スマホ依存症という方もたくさんいらっしゃるわけですから、その中でね、気をつけてくださいという、まあ注意喚起なのかもしれませんね。ということで、第三国志はですね、私先週は31時間20分プレイをしていたということで、1日平均4時間28分通知102回ということで、通知というのは何なんでしょうね。無料消防が引けますよとか、山賊が出ましたとか、攻められた時に襲来とかね、そういう通知のことなんですかね。ちょっとよくわからないんですけども、まあ、31時間20分。これがね、多いのか少ないのか。まあ、先週は僕も体調を崩していたんで、まあ、家にはいたんですけど、そもそもね、張り付くことはできなかったんですけども、この金土曜日はおそらく、22サバのね、S4 が始まった関係でちょっと張り付いてたってこともあるでしょうか。ちょっとね、時間が上がってるということで、言えます。まあ、ゲームというのはね、どれくらいすればいいのかということで、昔、まあ、小学校、中学校の時はですね、母親にゲームは1時間までですということで、まあ、すごいね、それ以上やったら怒られてた記憶はあるんですけども、まあ、1時間というわけにはね、最近行かなくて、こうやっていろいろやってるわけで、まあ、4時間28分1日というのが多分ね、まあ、多い
といえば多いのかもしれませんね。1日6分の1ですからね。しかも他のゲームもやったり、他のねスマホのアプリを見たりしてるんで、僕の1日のスマホを見てる時間はなんか8時間ぐらいと出ても1日の3分の1っていうことでね、ちょっとこれは生活習慣を見直す上で、これは大事なねデータになるのかなと思っておりますけれども、まあ私、まあ働きにね、行くとき、公共のね、バスと電車を使っていくので、片道3、40分かかります。往復で1時間以上かかるわけで、その時は常にね、第三国志をやることがほとんどではございますので、まあ、そこで1時間と、あと昼休憩にですね、まあ45分ぐらい休憩ですかね、まあ1時間とかあるんですけども、まあ、その休憩ルームでですね、まあ上司や、先輩後輩がですね、職場の愚痴を言う中でね、隅っこの方でそれを全て無視してですね、第三国志をやってるわけでありますから、まあ、コミュニケーションうまくいってます。大丈夫です。コミュニケーション能力がないわけでなくて、まあ、そこそこ、仲良くさせてもらってますし、飲みに行ったりですね、スポーツをしたり、そういう中の方もたくさんいらっしゃいますし、僕あんまり人を嫌いになるっていうことはないので、この人と一緒に働きたくないというね、すごいそういう負の感情が現れることは全くないので、はい、楽しくやらせてもらってますけども、ちょっと昼の時間はね、まあ、皆さんもう知ってます。あいつはもう第三国志やってんだな、みたいな。あいつは YouTube もなんかやってるやつだってことで、いつものやつだということでね、もう、ご理解いただいてるということで、まあ大丈夫かと思います。ということで、その通勤時間とですね、昼の時間を考えれば、もう2時間ぐらいはそれで使ってるということで、あと帰って飯を食いながら触って、あと、まあ、寝る前にちょこちょこということで4時間30分ということを考えれたら、そんなに長くないのかなと、思ったりはしております。ただまあちょっと戦争とかになるとですね、この拘束時間が非常に長くなったりですね、まあ私は今おりましたけど、名手、副名手とかですね、分隊長とかになりましたらですね、まあ自分の体力がもう尽きてしまって、兵損もしてですね、今徴兵中ではありますけれども、味方のを鼓舞するためにですね、陰率を多くしたい、作戦立案のためにですね、ここに防止を入れろとかですね、ここに要塞を立ててくれなどね、いっぱい指示を出さないといけないので、まあそういう方々はですね、もしかしたらね、この倍ぐらいにはね、陰率が、入って、ね、出てるのかなと思ったりも、するところでありますね。うん、本当にね、リアルに支障をきたしてる方多々いらっしゃると思うんですけども、こうやってね、今見たときに、まあ、生活習慣という上でね、しっかりちょっと見直していくべきだろうということで、私、まあ、一日何時間っていう制限を設けるわけではありませんけども、こうやってまあ、データをね、毎週取りながら、あの日はちょっとやりすぎたなとかですね、これは多分目の疲れとか、やっぱ体にね、何かしら影響を及ぼしては、まあね、元も子もないですし、体が資本ですので、体が倒れてしまったら仕事ができない、仕事ができなかったらお金が入らないと、まあ、お金が入らなかったらゲームもできないということになってしまいますので、まあね、そういうところを気をつけて私もね、今一応第三国志ライフをね、楽しんでいきたいと思います。まあ、1日平均2、3時間というところでやっていきましょうかねと。まあ今、ただですね、第1サーバーも戦争が始まりまして、22サーバーはまだスタートダッシュをですね、決めかねているところでございまして、まだまだ頑張らないといけませんし、42サーバーも工場レベリング、この後ですね、指令に入っていくというミッションもたくさんありますので、まあ、他のゲームはちょっと減らせばいいかな。まあそういうことでね。まあお酒を飲むことがなくなったのでね。幸いにもその時間が空いてるので、そういったところでね、目を休めながらゲームをやっていきたいと思っております。ということで、お酒を二十歳になってがまさやんでした。どうもありがとうございました。